あ、寝坊だ。出ないよ、聞き出ません。なんか島の時間がなくて、っていうか遅れちゃってですね、何回も迎えに行くあれがないので、今日はもう今聞き出てください。はい、はい、お帰り。はい、あ、トラちゃんが一緒ね、これ映してないんですけど、左足でですね、はいはい、おいでよ白田くん。チャメが来た、チャメ久しぶりだね。チャメ、はい、出ません。はい、おいで、はい、さっちゃんおいで、はい、はい、おいで、チャメ、チャメを迎えに行きます。今日はまとめていっぱい行けそうです。うじゃうじゃいますね。怖いじゃん、来ないでんちゃう、来ないの。はいはい、いただきますね。はい、ごめん、待っててよ。よいしょ。いけ。おはようございます。7月16日、土曜日です。もう6時20分、いつもより1時間遅れになっちゃいました。まあ1時間以上寝坊したので、くらい寝坊したので、しょうがないですけど。よいしょ。ちょっと朝晩で来てくるのが遅いので、ちょっと先にいろんなことをお届けをしていたらやっぱりこういう時間になります。本編兄弟ポンちゃんの方がちょっとまたヨウちゃんと同じような症状の耳なので、ちょっとですね、すぐ見てあげたい。おお、ヨウとのアニバスで行こうか。はい、タロちゃん組です。チェンジするんだね、あんたたちね。こうなんだね。よいしょっと。昨日はあんまりお米が食欲なくて、どうしたかなと思ってるんですけど。食べてますね。今日はコティちゃんこっちにいるので、ちょっと早めに入れ替えてこっちであげちゃいます。食べやすいんだよね、高いのがね。はい、おかわりだよ。今日はショウくんがいない代わりにパックになります。今、ショウと向こうで待ってて、あんたタロサ組でしょ。
一周してこっちガラガラ、はい、はい、どうした、うまい、仕事さすが。それはベテランの方だね。二度目のおかわり初めてですね。ちょっとちょっと。タルサクミラー作ったやつ、これは食べるのにうまい下手がすごい出てですね、上手なのか、よいしょ、落ちるよ落ちるよ落ちるよ、よいしょ、こんな感じ。ブロー君、おばあちゃんは構っちゃう、おばあちゃんじゃないや、あれだよ、構ったら。さっき言われちろうですね。はい、ウリちゃん、はい、あっち、はい、はい、タロウちゃん、置いてください。あ、キーちゃんだね。置いてください。キーちゃんじゃないんだよ。キーちゃんじゃないんだよ。なんか最後に。じゃあ、こっち帰ってね。はいはいはい。あ、元気、元気。キーちゃんも元気。よし、キーちゃん。で、ところゆっくりにちはやっぱ変なところね。はい、どうぞ。こっちから。ぬーちゃんどこどこ連れてきて、連れてきて、こっちに、歯医者取りをないだらいいかもね。でっかいやつをちょっとどけてもらったらいいかもね。丁寧にね、丁寧に、丁寧にね、抱っこしてもらって、ポイって。ちょっとよくありますね。はい、OK。はい、ではママさんをしまいまーす。かわいくない。すぐお水飲みますよ。パピちゃん。はい。はい、じゃあ取りを終了。終了。はい、次はどこ？いいんちゃんね、小麦ちゃんとこ行きたいね。はいはい、いいよ。顔を下げる。いいから下ろしてくれる。
といてもいいんじゃない、うん、あ、こっちの方がいいかね、あの、あれ、うん、あ、いいか、どうして早く病院行くからね、はいはい、みっちゃん、あんたらお尻移しても意味ないんだけど、うん、だからもう顔をつけて、なんで俺も追い越したらいけないわけですよ、お母さん、大した、ここはほら、またお母さんのお尻になっちゃう。はい、ピッちゃん。よし、今日。いない。いつも出ない。見ちゃいましたよ。その下にいますよ。この下？うん。汗だく。母ちゃん散歩行こうや。いい行こう。行かない。はい、あります。はい、ありがとうございます。明日も打った方がいいですかね。そうですね、まだくしゃみしてるんで。はい。はい、僕見て。僕お腹痛いよね。よいしょ。今日は下痢なんだ。はい。一兆円なんですか。シュシュを外したいんですけど、よく見てて、そっくりわかんないですよ。僕たち。つかないですね。剥げてきちゃうんですよ。剥げてつかないですよね。はい、ありがとうございます。はい。はい、これが荻原くんが連れてきた4匹目です。あ、種類。パピちゃんのようです。
でも買えますか。はい、ランチです。よくな、食欲あるんだよね。ね、一応固まればね、あんだよね。はい、君たち、そっち固まる。
はいはい。これはポンちゃん、ね、これあれだね。どいてください。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,9ランチ揃って食べるのは珍しいね。よしよし。え、キビちゃんともう一人実は、決まってます。楽しみに。あとはまだまだ里親様の集中です。まあまあですね、のりおちゃんですね。のりおちゃん決まってます。のりおちゃんどれ。のりおちゃん、あらあれ、のりおくんいないじゃん。いやいや、これ猫ちゃんが、これだ、のりおくんね。のりおくんはだから、キビちゃんと同じ時期になるので来週ですね。たまたま撮ります。のりちゃんもねちょっと心配だったんですけど、よかったです。暑くて帰ってきたね。